ディルク・ファン・バビューレンは、オランダの画家で、ユトレヒト・カラバジョ派でも知られている。ディルク・ファン・バビューレンはおそらく、ユトレヒト州、バイク・バイ・ドゥールステーデで生まれたと思われるが、家族と共に、子供の頃に、ユトレヒトに移っている。ファン・バビューレンの最初期の記録は、1611年の、もので、ユトレヒトのセール家組合に、パウルス・モレールスの弟子として、名前が挙げられている。 1612年から1615年の間にローマを訪れている。そこで彼はカラバジデスティであるバルトロメオ・マンフレディに出会う。また、彼の作品は収集家であったヴィンチェンツ・ジュースティニアーに、公爵や数奇教師ピオーネ・ボルゲーゼの注目を引くようになり、そのために1617年頃、サンピエトロイン・モントリオ教会の祭壇画の依頼を受けたものと思われる。 彼はまたローマにあった、オランダやフランドル出身の画家たちのグループ W、ベント・ボーイグルスの初期のメンバーの一人であった。1620年の終わりには、ユトレヒトに戻り、風俗画を描き始める。1624年に亡くなるまで、ヘンドリック・テルブルフェンやヘラルト・ファン・ホント・ホルスト等と、共に、現在では、ユトレヒト・カラバッジョ派として知られているスタイルを、形作っていった。 トリモーチ・オンナ・ディルク・ファン・バビューレンのキャリアは短くわずかな作品しか残っていない。ローマではサンピエトロイン・モントリオ教会にはキリストの埋葬等の宗教画を主に描いた。他にはキリストの捕獲やヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニのために描いた弟子たちの足を洗うキリストがある。ユトレヒト時代の作品は1621年から1624年のもので、 カラバッジョやマンフレディの影響が見られる。例えば、ウルカヌスによって縛られるプロメテウスは、カラバッジョの聖パウロの天候に見られる逆さまの人物像が縛られようとしているプロメテウスの姿勢に反映されている。ファン・バビューレンはまた、音楽を奏でる人々やカード遊びをする人々等を描いた風俗画を世に広めた画家の走りである。 彼の作品の中で最もよく知られた鳥持ち女であるが、この作品はヨハネス・フェルメールの義母が所有していたことがあり、フェルメールの2枚の作品、合奏とバージナルの前に座る女の中に描かれている。ハン・ファン・メン・ヘレンはこの作品を模写している。ありがとうございます。